では第4章です。そりゃそうと、あのダンダラ染めの大服着用禁止になったんだって？あの青いやつ？あんなもん着て歩いたら目立って仕方ねえからな。まあしょうがねえよな。お、あ、平介くん無事かな？見に行こうか。頭の傷は大丈夫？ああ、大丈夫さ。ほら、傷口も目立たないだろ？絵では見えんけど。そういえばそうね。それじゃあね。でも安静にした方が、でも安静にした方がいいよ。うん、ありがとう。でも、大丈夫だから。ここはこうとしか言えん。そうならいいけど。近藤さん、池田屋のこと手紙で故郷に知らせたそうなんだけどさ、捕獲した人数やらなんやらいろんなとこでサバ呼んでるらしいよ。ほんと見えっぱりだよね。あ、イサミッチいますね。ではイサミッチ行きましょうか。近藤さん。あー、君もあれかい？手紙の件で俺のことをからかいに来たんだろ。気持ちはわかりますから。実はそうなんです。違いますよ。気持ちはわかりますから。だから私は近藤さんの味方です。近藤さんは故郷の人に自慢したかったからじゃなくて、彼らを安心させたかったんですよね。あ、そうなんだ。いいこと言うね、主人公。まさか君が俺の気持ちを察してくれるなんて思わなかったよ。それくらいみんなわかってますよ。わかっててからかうあたり少し立ちが悪いですけどね。長州の密偵や石膏を数名捕獲した。長州の動きが活発になってきているようだ。今後注意した方がいい。ああ、まあ言っとくか。武田さん、局長殿はどこにおられるか知っておらん。ああ、近藤さんなら。おー、何これ、土方さんの部屋におるん？道場にいるはずですよ。道場にはおらんのじゃない？だから道場って言ってみようか。そうか、道場におられる。でも武田さんはもう少し剣の稽古も知っておいた方がいいものね。四条橋に会津藩と我ら新選組を誹謗する考察が立てられましたぞ。おそらくは長州の者どもの仕業に相違ありませぬ。奴らめはまだ我らの恐ろしさを理解しておらぬようですぞ。もうめっちゃ少ない、選べる人が。また戦いが近いな。今のうちに酒でも飲んどくか。原田さんがお酒でも。原田さんってお酒弱いですよね。変な酒癖がありますよね。お酒飲むと可愛くなりますよね。やらかんでもうたよ。僕のことを可愛いとか言うんじゃねえ。仕方ないな、これは。照れてる。池田屋事変で新選組が長州の計画を阻止したことは、今日だけではなく全国に大きな波紋を広げた。天皇を銅座奉るという平清盛以来の恐れ多い計画を強行に実行しようとした長州に人々は驚愕し、京の町を守った新選組への見る目がそれまでの荒くれ集団から治安維持警察へと変わった。一方で藩の行く末を担ってゆくべき若い藩士たちを数多く失った長州の悲しみと怒りは超越点へと達していた。なんか赤くなったね。そしてその大きな感情のうねりが爆発にするに至るまでさほど時間はかからなかった。我らの計画が全て水泡に帰した。なんということだ。このままでは我ら長州藩がたかだか会津預かりの老子どもに屈したことになる。幕府の延命策である公部合体を阻止し、攘夷を進めなければこの国に未来はない。そう、すでに徳川ごときが日本を滑る時代ではないのだ。
どうしても考え直すことはできないもんですかね。今さら何を。この前の政変、今回の池田屋、いずれも失敗続きだ。今は信頼回復に努める時期だと思うんですがね。そうですね。我々は決して天使様に歯向かう国賊などではない。今は金を犯してでも我らの目指す世の姿を天使様にお分かりいただくのみである。ああダメだな、これ聞く耳なんか持っちゃいねえ。新選組めぐ、このような目に合わせてくれた礼は必ず。ついに引くに引けぬところまで来てしまったな。準備完了。今頃草加隊は海路で向かってることだろう。これより我々は御所を目指す。敵は会津藩および薩摩藩、そして新選組だ。こんな形で京に攻め入っても人心は得られないだろうに。それでも攻めねばならんというのが情けないものだな。池田屋での一件、本当によく働いてくれた。礼を言う。片森さんイケメンなんよな。我ら当然のことをしたまでです。あの時そなたが池田屋を発見してくれなければ、天使様は長州へどうぞ奉られてしまったであろう。そして今頃私も命を奪われていたに違いない。大丈夫かい。これ以上のお話はお体に障ります。ご無理をなさらぬよう。ああはい。いや、美しいからや。話しておかねばならない。長州藩の動きのことだ。何かあったのでしょうか。長州は過激な倒幕を諦めず兵を動かしているのは知っているだろう。どうやらそろそろ本格的な実力行使に出る向きがある。その際は私も打って出なければならない。失礼ながらそのお体では無理かと。ああ、医師にも守護職の仕事を辞めるべきだと言われた。しかし今私以外に京都守護職となってくれるものもない。病を押してでも戦いに出なければならぬのだ。そんな私で、いや新選組にできることはありませんか。おお、その申し出心から嬉しく思うぞ。池田屋の件があってから私たちの性格は大きく変化した生活ですね。もちろん私たちのしていることに何も変わりはないけど、みんなの態度が少し好意的なものに変わった。なんて言ったらいいのか、本当は喜ぶべきなんだけど、やっぱり少し気持ち悪い。その町の人たちがってことかな。はあ、なんか違うのよね。よ、何をため息ついてんだ。あんま景気の悪い面してっと、どんどん真っ暗な人生になっちまうぜ。長倉さん、原田さん、どうした、金でも落としたか。いえ、そういうんじゃないんですけど、街中を歩くとみんなの態度が以前と違ってて、私たちが今まで頑張ってきたのは変わらないのに手のひらを返されたみたいでちょっと嫌だなって。なんだそんなことかよ。そんなことって長倉さんは気にならないんですか。なんねえよ、こんなもん。どうせ一時的なもんだしな。旗色が悪くなりゃまた同じ扱いに戻るに違いねえや。ああそうだよね、その程度のもんだって。二人とも平気なんだ、すごいな。すごかねって、人間ってなそんなもんだろ。そんなもんですか。おめえはまだまだ人生経験が足りねえのさ。局長様のお帰りだぜ。本当だ。近藤さんまでため息ついちまってる。一体どうしちまったんだい。確か会津港から呼び出されて出てったんだよな。何かあったんですか。説明はみんなを集めてからな。大事な話だからすぐに全大使を集合させてくれ。はい。近藤さん、なんだか顔色が悪いみたい。何かあったんだろう。私のささやかな悩みどころの話ではなさそうだけど。みんな聞いてくれ。長州がついに本腰入れてくるようだ。今回は間違いなく会津薩摩への攻撃が目的だ。まだ俺たち新選組に
出動要請は出てねえが、会津公がご病気でもあり、予断を許さない状況だ。え、殿様がご病気？もはや、戦は避けられそうもない。しばらくは、徴集兵の来襲に備えて、非常態勢を敷く。遠くへ移動するときには必ず許可を取るように。以上。確かに重要な話だった。しかも、片森様がご病気だなんて。テルヒム様もご心配されるだろうな。ああ、片森様の回復を祈る。テルヒム様の心配をする。長州の挙兵について考える。ああ、まあ今は敵のことを考えましょうか。あんな風に都から追い出されたんだから、報復を考えない方が不思議なんだろうけど、なんだかこんなやり方じゃ天使様のご信頼はどう転んでも、たとえ勝利しても得られないと思う。うん、それどころか余計に信頼をなくすことになるかも。私には理解できないな。あれ、あんなに重要な話だったのに山並さんがいなかったみたい。おう、ああ、平助君も池田屋で負った傷がまだ治りきってないし、沖田さんは体調不良で静養している。山並さんもここ数日ずっと体調を悪くしてるみたいだから、そのせいで姿を見せなかったのかもしれない。山並さんは体調不良で池田屋の時に出動できなかったのを未だに気にしてるみたいだし、給料もなかったしね。様子を見に行ってみようかな。大丈夫ですか？随分と良くなったよ。本当？ん？どうかしましたか？いや、何かあったようだね。なんでわかるんですか？君はあまり嘘や隠し事が得意ではないみたいだからね。すぐにわかるさ。療養中でも私は新選組の総長だ。何があったのか知っておきたい。わかりました。実は。そうか、ついに長州が。そんな時期に体を壊しているのが申し訳ない。何もできないのがね。私が山並さんの分まで頑張って戦います。あ、期待してるよ。長州が攻めてきたぞ。京都の周りを取り囲んで。くそ、俺たちをどうするつもりだ。俺たちは何もしていないのに。とうとう来たか。私も行かねば。京都市中を包囲した長州軍を率いるは、長州三国楼福原越後、国志信濃、増田上門助、佐賀山崎伏見付近に、久坂元帥、木島又兵衛、入江九一、寺島中三郎の軍勢が退陣。多くの兵に取り囲まれた京の民衆は恐怖におののいた。奴らを入れるな。ここは我々が守りきるのだ。ついに俺たちにも出動命令が出た。救援隊として伏見へ向かう。おう。とうとう出動要請が来たんだ。なお、現状では守備隊が有利な状況だというが、油断は禁物だ。追い詰められた奴らは何をしてかすかわからないからな。相手の降伏などないと思え。相手が死ぬ気で来るなら、こっちも死ぬ気でかかるだけだ。そうなんだ。総大戦ってそういうことを最初から考えなくちゃいけないんだ。辛いけど仕方がない。さあ出陣だ。総大戦って言ってたけど総統戦やね。なんだかいっぱい死体が転がっててやるせない。少し誰かと話でもしようかな。街中を観察する。近藤と話す。お、どうした？一般人を巻き込んで平気で戦うなんて、長州は何を考えているんでしょう。戦闘要員でない人間を巻き添えにしてはいけないものだと思ってたから。なんだか、ああ、俺もそう思うさ。意見思想の違いはあっても、戦いでこんな方法を取るなんてな、もってのほかさ。同じく尊王攘夷を掲げちゃいるが、根っこのとこで決定的な違いがあるのよ。
砂漠か倒幕かって違いさ。とにかく俺は長州のやり方には共感できねえ。決意の重さだけはひしひしと感じられるけどね。近藤さん、あいつの内心に使える者どもめが上位の実を結ぶために死ぬがよい。いやまずい、奴ら一人残らず決死の覚悟で来やがる。殿の隊がたどり着くまで何が何でも関心松平片森の首を上げるまで引きはせんぞ。我らが心意気うぬらごとき根を押しとどめられてなるものか。おお逆に我らが冷静に。ちょい止まった、新選組のご到着だ。派生させてもらうぜ。ああてめえらごときで俺に勝てると思ってんじゃねえだろうな。俺たちが来たからにゃおめえらの負けは決まれよ。新八さん、その赤は一緒にやってるね。梅地女王部、全力でいきます。後ろは固めてやる、思う存分やってやろう。うわ、このターコイ、ちょっと暗めのターコイズみたいな色にやってるね。この時代、このいう色のことなんて言うんやろう。ああ、全員、かかれ。おお、行くぞおら。くっ、おお、強い。逃がしはしないよ。こっちだって気分のいいもんじゃないか。恨みと同じだよ。ありゃなぜ女ごときに。死ねえ。ダメ、やられる。近藤さん、よかった。ありがとうございます。いいってことよ。まだまだ戦えるよな。はい、じゃあ行くぜ。桃色クローバーレニカナコ。うわ、そのちょっと黒っぽい緑っぽい服もすごい似合ってるね。おお、いや顔驚かすでないわ。おっと、俺は申し訳ない。新選組めが、もうあんたの手勢も残り少ないみたいだけど、どうする？まだ戦い足りないってんならいくらでも付き合うけど。こいつら化け物だ。何をしている、どこへ行くのだ。待て近藤さん、敵兵が逃げていきます。切腹か。よしよし、あらかた片付いたみたいだな。局長殿、この音が聞こえてくる方角は何の音。やつら御所をめがけて大砲までぶっ放し始めやがったのか。御所に砲撃を。くそ、みんな御所へ向かうぜ。まさか御所のまでに砲撃するなんて。確かに御所を固めているのは長州が目の敵にしている会津と薩摩。でもだからといって御所に砲撃を加えることは天使様に弓引くことと同じなのに。長州藩はもう朝敵以外の何者でもなくなってしまった。なんで急に立ち止まるんですか。見つけた。ウータンじゃないんやからさ。はあ、そうだな。とりあえず君は俺と一緒に来てくれ。うっす、そりゃ構いませんけど、一体どこへ行く気なんだろう。何か見つけたみたいだけど。で、残りのものはそのまま御所へ急いでくれ。何、抜け駆け。式は
長倉くんにお願いしようかな。了解、任されたぜ。いや、赤似合うね。長倉くんは檻を見て豚所の方へ伝令を走らせてくんない？状況報告ってことでさ。そうだな、豚所の留守役にも現状を伝えとくよ。くれぐれも頼んだぜ。じゃあ行こうか。だからどこへですか？いいからついてきなって。こんな外でもう走れません。ん、そうかい。ま、ちょうど追いついた見てたし、いいけどね。追いついたって一体？お、近藤さん、あの人は？君にも見覚えがあるはずだよ。そういえばどこかで見たような。俺の名は桂小五郎、芹沢鴨とやら、その豪胆さ気に入った。何かあったら長州藩桂小五郎を頼ってきてくれ。良い士官の先を紹介しようではないか。うん、どうなるんやろう。桂小五郎、いかにも。もう自己紹介は済ませてたっけね。桂さんほどの人が一人でいるなんて不用心すぎないかな。俺の逃げ足が早すぎてね、部下たちはついてこれなかったみたいだ。大した逃げ足じゃないの。大した用がないならもう行ってもいいかい。ごめん、そりゃ無理。それは困ったな。俺はこの後めちゃくちゃになった長州を立て直さなきゃならんのだ。こっちだって困るさ。今日こんなにしまった顛末をじっくり聞かなきゃならない。3人で仲良くしようよ。無理か。抵抗しなければキリはしない。おとなしくお縄になってよ。桂先生、邪魔しないでほしいな。そうはいかん。新選組め、桂先生を連れて行かせはしない。逃げてください、桂先生。やりにくいな。これじゃ俺が一方的に悪者みたいじゃない。逃げるな、桂。一対一でやろうや。近藤さん、早く桂を追ってください。いや、もういないみたい。ほんと逃げ足の早いことで。ほんとだ、自分で言うだけのことはありますね。俺たちの役目は終わったようだ。そのようだな。あ、二人ともとっくに限界を超えていた。そこまでして守る、全然気がつかなかった。それが気迫ってもんさ。雑魚かと思ったが、大した奴らだったようだな。お墓作ってあげよう。さあ、長倉くんたちに合流しようか。なんだ、とんだイチャイチャイベントが待ってるかと思ったら全然そうじゃなかったね。草加先生が最後には高須笠邸へお迎えになると。誰もいないのか。草加先生、草加先生、現状報告に参りました。遅かったが、すでに自らお命を。もはやここまで。ならば全てを灰にするまで。え、先生のご遺体も、御所も、今日の町も。うわ、最悪、火つけたわ。誰か消防車呼んでください。新選組も。うわあ、あれから火は北風に煽られて燃え広がり、一条通りと七条通りの間が三分の二も焼け落ちた。今日での戦闘は一日で長州の敗北となったけど、今日の町に放たれた炎は三日休みなく燃え続けた。マジで。人々は市街から山間部へ避難し、いつまでも消えない炎を呆然と見下ろしていたそうだ。こうして長州は幕府のみならず朝廷までをも敵に回した。会津藩や薩摩藩、そして新選組は
長州から京の町を守った英雄として称えられたけど、でも家が燃えたら仕方ないよな。住むところがないよもう。普通のこと言ったな。あ、御所、精神の木。天王山まで追い詰めた長州の牧泉が自刃しましたね。ちょっと続き取ります。ああ、今日は夜のうちに撤兵して、明日からは大阪で残党狩りを行う。あ、なんかショーの始まりになるとこうやって、なんかでも気が晴れんわ、火事の後って。悲しいな。あー、腹が減ったぜ。お前なんか持ってねえか。何か持ってないかと言われても、すみません、何もないです。あったら自分で食べます。もう少しの我慢ですよ。あったら自分で食べます。好かれちゃいけないらしいんで。だよ、一か悪いなお前。はじめ結構好きだったんやけどね、いいこと言いたいんやけど、ちょっと言っちゃダメみたいなんですよ。お腹が減ってるのは原田さんだけじゃないんですよ。しっかりしてください。えいえい。小屋塾にて長州兵の銃や弾薬を押収しました。残党狩りも一息ついたし、それじゃあ本隊は身分に戻るぜ。ああ、やっと豚所に帰れる。お、じゃあまあ勇みっち、やっと身分へ帰れますね。ああ、正直今回は少しばかり疲れちまったよ。帰ったらすぐお風呂ですね。すぐ寝ましょう。洗濯ですね。お風呂って言ってみようか。帰ったらすぐお風呂ですね。そんなの帰るまで待てないね。途中の宿で入るつもりさ。そうですか。寄り道するくらいならさっさと帰った方がいいと思うけどな。あれ、間違えた。タイヤ。おいおい、なかなかイチャイチャせんなこのゲームは。仕方ないですね。過去に戻ります。帰ったらすぐ寝ましょう。俺はちょっと無理だな。ごめんなさい。帰ったらすぐ洗濯ですね。じゃあ俺のも頼むよ。あ、あと修繕もね。自分でやれよ。おいおい、老中から賞状が下されたぜ。おう、これまでの俺たちの働きを評価してくれるんだとさ。泣いて喜ぶほどじゃねえけど、気分はいいよな。いっぱいいますね。お、梅ちゃんいる。行こうか。今日はみんな浮かれちょるが、嬉しいことでもあったんか。その喋り方さ。はい。ああ、卵に黄身が2つ入ってました。梅さんには内緒です。老中から感謝状をいただきました。まああんまり内部のことは教えん方がいいと思うんで、梅さんには内緒です。と冷たいのおまんは。だってわざわざ上さんに言うようなことでもないですし。この頃近藤さんがハメを外しすぎて困ってるんだ。ハメ外した行く末が死んってこと、わざ知ってますか。幕府に少し認められたくらいで舞い上がってちゃ、他の大使に示しがつかないんだけどね。いやー、でも土方さんがそういう役目やってくれるからね。そのうち落ち着くかな。あ、まあ山並さん正直言っときたい気持ちはあるよね。いやいや、でも竹田っち行きてえな。竹田っちのこと好きになってきたかもしれん。みな局長殿の素晴らしさを理解しておらぬ。そうなん。私は何があろうと局長殿についていきますぞ。ごますりの練習ですか。私もそう思いますよ。もしや今の独り言を聞いておったか。はい。 そうか、同じ思いの者がいて頼もしいことで。ああ、それは喜ぶんや。武田さんがあれほど近藤さんを信頼してるなんてね。朝帰り大丈夫か。すがすがしい朝、今日も頑張ってお仕事。
だれだ。来たんちゃ。いや、なかなかこのゲーム怖かったからね、イチャイチャし。だーれだやって。でもこの時代だったら、だーれぞとか言うんじゃん。知らんけど。我だーれぞって。朝帰りの近藤さん。あったりおはよう。いや、父でかいね。今朝も今朝も父がでかくて安心でござるよ。今日の町は守られたりですのな。また徹夜で遊んでたんですか。島原で素敵な愛に満ちた時間を過ごしてきた。あげや言ってたんでしょう。確か近藤さん、ちょっと待って、確か近藤さんって奥さんがいたんじゃなか、武田さん奥さんおんの。いやいや、初めに言ってよ、初めに既婚者って言ってよ。なんで、待って、めっちゃ喉乾いてきた。局長って言ったらやっぱり重厚かつ渋みあるか言動がつきものだと思うんだけどな。理想としては苦み走った中年男性で、どんな時にも当日ここぞという時には俊敏に対処する。近藤さんってば緊急時を除けば重厚と渋みとも無縁だし、思い切り理想の局長像とは対極なのよね。この人が周りの人たちに好かれていることは分かっているけど、なんとなくすっきりしないよ。あーやだやだ、女の子大好きのゆるぼけ男だなんてね。なんで他の大使の人たちは近藤さんをあんなに慕うんだろう。キミキミ、途中あたりから思ってることが口に出ちゃってるよ。そうかそうか、俺はそんな風に思われてたわけね。でもさ、そこはやっぱり俺の素敵な恋を応援してくれないと。どういうこと？応援なんてしませんってば、奥さんが江戸で泣いてますよ。そういうことか。単身赴任や。だから奥さんが東京にいて、で今京都に単身赴任してる状態ですよね。その辺は大丈夫。あ、そうだ、よかったらこれを君にあげよう。いや大丈夫ってなんやろ。大丈夫じゃない、気になるよ。いくらなんでも、どうしたらいい。僕こっから変更するべきな。僕は倫理、結構おすすめだよ。俺がおやつに食べようかと思ってもらってきたんだけどね。じゃあもらったら申し訳ないですよ。はっはっは、気にしないでよ。京都は饅頭も一味違うぜ。ほら食べてみなよ。美味しいだろう。今度行った時にどこの店で買ったのか聞いておいてあげるよ。じゃあまた。まあ饅頭が美味しいのは認めますけどね。そうだ、まだ饅頭半分以上残ってるし、お茶と一緒に食べようかな。お茶が美味しい。俺も一杯もらっていいかな。いいですよ、どうぞ。ありがとう。それはそうと、その饅頭は？近藤さんがくれたんです。遊郭でもらったものだそうですけど。あはぁ、近藤さんらしいよ。彼は親しみを感じる人に物をあげる癖があるんだよ。いやいや、ポケモンみたいなこと言うな。親しみ？私にですか？単に女の子だからかもしれないけどね。とにかく親切にしたいんじゃないかな。いや、浮気ですよ。それってあまり嬉しくないかも。女としてよりは剣士として評価される身になりたいな。見くびってるとかそういうのじゃなくてね、近藤さんは単純に女の子が好きなんだよ。いやいやいや、そうなんですか。いかんいかん、どうにも誤解を与える言い方しかできないな。とにかく女の子には優しくしてあげることが身に染みついてるのさ。女の子にだけですか？もしそうなら彼についてくる男がここまで多くはないさ。そうなんですけど、なんというか近藤さんでちょっとチャラチャラしてて局長って感じがしないのよね。重厚な局長という意味では亡くなった芹沢さんの方がよっぽど重厚だった気がするし。
冷静さで言えば副長の土方さんや幹部の斉藤さんあたりの方があるし、とにかく緊張感を感じさせないのよね。まあ、若い女の子には近藤さんの本質はあまり理解できないかもね。見ようによっては遊び人にしか見えないですよ。それも間違っちゃいないからな。お、お、また俺の悪口でも言ってるな。いや、近藤さん、また朝帰りだって。そりゃこの子に偏見を持たれても仕方がないってもんさ。そうかもね。でも綺麗な子が優しくお酌してくれたり踊ったりしてくれると気分が癒されるだろう。踊りが好きなんですか？ああ好きだね。歌とかでもいいんだけど踊りを見る方が好きかな。君は踊ったりできるのかい？踊ってますよ。ジャストダンスっていう動画見ていただけたら。礼儀作法の一環として習いました。いいね。そのうち俺の前でも踊ってみせてよ。ではあのゴリエさんのミッキーでよければって感じなんですけど。そんな機会ありませんってば。今はもう剣の稽古ばかりで踊りの稽古なんて長らくしてませんしね。夜調理なのか。そりゃ残念。そういえば近藤さん、俺に何か用があったんじゃないのかい？ああそうそう、江戸の方へこれを送っといてくれますかね。ああこりゃ奥さん喜ぶと思うよ。奥さんにね。それじゃあ早速手配しておこうか。すみませんね。奥さんに贈り物ですか？ああ、あいつは強風の着物なんて好きじゃないかもしれないけど。いいやん。やっぱ着せてやりたくてさ。うん、まあ、俺の自己満足かもな。いやだってあの遠いところからやで。この時代って宅配便なんかないから、この人の手で、まあ今も人の手やけどさね、時間かけて着物届けられたら嬉しいやんな。でもさ、あいつは今でも江戸で俺の代わりに天然理心流の道場を切り盛りしてくれてんのさ。こっちで綺麗な着物を見たりとかうまいものを食べたりした時にと、あいつのことを思い出すんだ。いや、なんで嫁おるのに攻略対象に入ってんねんじゃんお前って言うちゃうけども。奥さんのことをとても愛しているんですね。当たり前さ、苦労を共にしてきた相手なんだ。こういうふうに思ったままのことを素直に口に出せる、そのあたりが近藤さんの魅力の一部かもしれないな。俺もこっちで頑張ってあいつや娘が誇りに思えるようになりたい。子持ち。素敵ですね。そうかい、ありがとうよ。でもそれだったら遊郭なんかに行かなきゃいいのに。それはそれ、これはこれ、殺伐とした仕事をしてると女の子の癒しが欲しくなるんだって。うん、男の人ってわがままというか甘えっ子というか。殺伐とした仕事をしてるのは私も変わらないですよ。じゃあせっかくだから俺が心を込めて踊ってあげよっか。いえ結構です。近藤さんの謎の踊りを見ても全然癒されませんし、というかむしろ嫌。謎の踊りはいいね。そのうちどこかで披露しよう。じゃあまた後でな。あ、あの、まだ何か。あれ、無意識に呼び止めちゃった。なんで理由もなく呼び止めたなんて近藤さんに言ったら変に思われちゃう。さっきはおまんじゅうありがとう。もう好きになってもうてるもん、うちの主人公がさ。ルート入ってもうてるから、これ嫁おるって知ったけども、もう引き返せんとこまで来てもうてるやないかこれでな。あれうまかっただろ、また今度食わせてやるよ。もう江戸で嫁さん泣いてるで、こんなこと言ってるって知ったら嫌や。なんとなく近藤さんに対する見方が変わったような、そうでもないような。いや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 。元治元年9月、禁門の変のあと長州追討の、勅許を得た幕府ではあったが、肝心の総督がなかなか決まる気配がなかった。行を煮やした朝廷は将軍徳川家茂の上洛を要請するが、家茂もなかなか答えようとはせず、事態を重く見た松平容保は
幕府の威信に関わるとして江戸に使者を送ることを決断する。新政組からは近藤、長倉、武田と梅父がその使者団に加わり、一行は江戸へと向かった。あ、幕府の重臣に長州征伐と将軍上洛の重要性を説いて回る近藤は、その最中巧妙な医師松本良順を泉橋に訪ねる。松本と意気統合した近藤は松本との再会を約束した。所用を終えた近藤一行は池田屋での傷を悪化させ、江戸で養成していた藤堂の元へと向かう。おお、なんかプリキュアにいそう。そこで藤堂が入隊を進める。これね、ちょっと読み方が調べたけど分かんなかった。伊藤泰造かな、なんかね、伊藤貸太郎って人らしいんやけど、となる人物と出会い、彼に一目惚れした近藤は伊藤を新選組に迎え入れた。プリキュアみたいやから納得って感じよね。その後伊藤は伊藤貸太郎と名を変え、仲間の篠原、服部らと共に今日の新選組へと合流する。ここへまた時を同じくして大石桑次郎という剣士が新たに入隊し、新選組の戦闘力はさらに増すことになった。強そうやねこの人。その後伊藤は近藤からの信頼を得て新選組参謀となり、新選組において重要な役割を担うことになっていく。はあ、あ、山並さん、あ、六章長くなったので、幕府の長州征伐に備えて行軍録と軍中法度を作成しよう。では一旦ここで区切ります。おやすみなさい。